秋山凛子、参る。この勝利、お前に捧げよう。
皆殺しにしてあげるね。変えます。We'll be right back.
月空、参ります。通人類、行くぞ。通人類、you
通人類、行くぞ。行くぞ、我に続け。風魔宗家の執事として全力で参ります。風魔時子。私の邪眼からは、風魔の名にかけまして時子。はい。
私の邪眼、私の銃眼を撃ちに行く。しびれ、私に資格はない。すべては親方様の指示通りにいたします。クーマトキコ、私の邪眼、すべては親方様の指示通りにいたします。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 クーマトキコ、手打ちなさい、チャーキー手打ちなさい、
私の邪眼からは逃れられないと知りなさい。参ります。私の邪眼行くぞ。電気のタイマリン上原凛水産貫け大撃光剣、うん、電気よっはじけて消えろ。いや貫け大撃光剣無人雷電気貫け大撃光剣無人雷今回もいい式だったぞ。元気のタイマリン貫け大撃光剣よし血の花を咲かせてあげる電気乱れすぎる貫け大撃光剣もっと頑張って電気貫け大撃光剣すごい電気貫け大撃光剣電気貫け大撃光剣
弾けて消えろ。よし、バッグ。今こそ銃火の力を見せる時。暴れるわよ。行くぞ。しっかりついてこい。任務開始。行くぞ。死ね。心眼。全てを切り裂く。これくらい当然だ。構えちゃう。これで全部片付いたな。どうした？何か用か？何か用か？任務か。報酬は弾んでくれよ。任務開始。真空の刃は構えたち風なり止まったな。たらっ任務開始。構えたち
せ。任務開始。真空の刃。構いたち。風なり。私はまだまだ強くなれる。さあ行くぞ。我に続け。魔界騎士イングリッド。さあさあやっ連結。さあさあさあやっ。魔界騎士イングリッド。
やっさささうわ見せてやれその力を負けんだこれが修行戦士の力だ刮目せよなるぜ私が出るわ私に任せなさいよし行くぞさあやれるだけやってみましょうかさあ行くぞ我に続け魔界騎士イングリッド前はっはっしゅーほっくらえジャレンディッカーやっはっはっはっエンゲットくらえジャレンディッカーはっしゅーほっやっは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 っやー魔界騎士イングリやっイングリッド
日どうした？何か用か？できれば施設のシミュレーションルームを使いたかったんだけどな。しょうがないよ。私たちが確認した時にはもう先約でいっぱいだったんだから。ち、先輩方に無理言ってでも順番譲ってもらうべきだったかな。あのね、さくやちゃん、シミュレーションって言っても私たちにはまだ早いと思うんだけど。早いって何が？実戦に近い訓練ほど実力を鍛えるのに役立つものはないでしょ。少なくともいつもやってるようなほんの数時間の山ごもりなんかよりもずっとね。それはそうかもしれないけど、だいたいカリキュラムの組み方が場当たり的すぎるんだよ。学園は私たちみたいな新米にこそああいった機材を優先的に回してもらわないと。生活課にクレームの一つでも入れてやろうかな。はあ、やめやめ、急ごう、ソラ。あ、待って、サクヤちゃん。襲いかかってきた獣とも違う。これは、この匂いは人間か。獣どもは明らかに何らかの訓練を受けていた。この気配は獣を放った者たちのものか。だとするとそいつらが仇であるはずはないか。まだ月に見放されたってわけじゃなさそうだな。だったらわざわざ脅かすことないでしょ。
いたいその忍獣が私たちに何の用があるの？胸を貸してやるって言ったの？そうみたいだね。上等じゃないの。ようやく体温まってきたところだしね。しつけのなっていない畜生どもの飼い主がどんな面してるのかと思ったら、ずいぶん初々しいお嬢さん方が出てきたものだ。あなた赤いの？まあそうだな。食事しながらで申し訳ないがね。恥ずかしながら見ての通りの満身創痍ってやつなんだが、何分贅沢は言えぬ身の上だ。君ら程度の小粒だろうが、回復のための需要にはなりそうだしな。何言ってんだよあんた。行くよソラ。むさむさ食われてたまるもんか。うん、タクヤちゃん。時間の無駄だな。格好だけはあの大魔人連中らしいが、どうやら本当に見かけ倒しだったとは。だが畜生に比べれば多少は賢いと見た。俺の傷跡を弱点と見定めるや否や、二人がかりで集中攻撃、見事なもんだよ。実際かなり危ないところもあったさ。その拳や霧に大魔人どもの妙な力が宿ってさえいればな。ソラ、さっさとここから逃げて。逃げろって言ってんの！邪魔！足でまとい！ごめんね。
君は逃げなくてもいいのか。やれることは全部やっておく方が後悔が少なくていいと思うがね。怪我人を無理して走らせるのも悪いと思ってさ。起き抜けなんだから私一人で十分でしょ。その威勢の良さだけは大したもんだ。いいね、強制ドローンが気に入ったよ。だが演出にしちゃカッコつけすぎじゃないか。安い喧嘩の芝居でも始まっちまったらどうしようかと思ったよ。は？何のこと？見え見えなんだよ。時間を稼ぎたいって魂胆が。君らにはまだ手がある。そうだろ？そう。どうかな。あの畜生ども、君らの忍従だな。そんなのがうろついてるってことは仲間に助けを請うのもたやすい地域なのだろうさ。あるんだろ？山の中だろうがお構いなしに巡らせた警報装置みたいなものがさ。俺としては四面楚歌もいいとこだが、不幸中の幸いだったわけだな。君らと出会うことができたのは。クソ、ソラ。サクヤちゃん、うまく逃げ切れたのかな。救援要請は飛ばした。あとはサクヤちゃんと交流さえできれば。あれ、ここどこ。嘘でしょ。満足してもらえたかな、鬼ごっこには。サクヤちゃん。ああ、殺しちゃいない。気が変わった。彼女が気に入ったんだ。いい機会だ。連れて帰ろうと思ってね。無謀で愚かだが勇敢で気高い。だから俺は好きなのさ。ただ食うには惜しいってもんだ。そんなだって。だがこの消耗ではさすがに俺とて魔界の門は越えられない。君にはこの子の代わりに俺に食われてもらいたい。理解していただけるかな。死んでも分かってやるもんか。過ぎるとこうまで憎らしいものか。逃げるなんてもうできないよ。サクヤちゃんを置いて逃げるなんて、逃げられない。逃げたくないの。なるほど、やはり
君は食ってやった方が幸せかもしれないな。どこまでも周りが見えてないらしい。そこまで愚かだと生きていたところで辛いだけだろう。そうだよ、辛いよ。あなたの言う通り、私の人生今まででいいことなんてほとんどなかったから。ソラ、でもそれでも彼がどうなるかなんて誰にもわからないでしょ。私がこの道を選んだのは、友達がいいようにされるのをじっと眺めるためじゃない。あの日のあの人たちに誇れるように強くなるって決めたんだ。一体何のつもりだ。これまでの態度はブラフだったとでも言うのか。ふざけろよ、このちっぽけなメスガキが。こ、俺は動け。ごめんなさい。この子が私よりも早く忍術を。サクヤちゃん、ああ大丈夫だから。よかった、本当によかったよ。さくやちゃんが助かって本当に。
本当の足手まといは私だったわけだ。